朝ごはん、昨日の残りでございます。餃子とチャーハン。もう軽くね。また後で、外で食べに行くけど。もう軽く。スプーンの方が食べやすいんで、チャーハン。ね、大盛りとか食べるときはスプーンとかね。例えばほら、牛丼とかね。この時でね、遊んでるお友達よね。もう他の高校の時のお友達はもう全滅だから私。どこに住んでるかもわかんないから他の友達は。まあ親友と言ってもそうだね。過言はないよね。ツイキャスを通じてね、こうまた、なんつうのかな。仲良しになったというかね。深い中にね、また戻ったという。っていう感じかな、彼とはね。これでまあ、5年とかね、急に連絡取らなくてもまた再会して、すごいよね。それは本当に友達だと思う。逆のパターンある？離れちゃった人ってこと？これだけしかちょっと復元できたらいいよね。あっちは覚えてないんじゃない？何人も大丈夫覚えてない。まあ確かに。隠れゲーよ、隠れゲー。これを遅く食べるとまた外で食べれなくなるでしょ、ご飯。調整、これは。食べる量はそんなに増えてないね。すんごい印象に残ってたからメモに残しといたんだけど、起きた瞬間にね。夢。私結構夢っていうのは大事だと思ってて、夢占いとかね、血液型とか、お誕生日。それをちょっとね、今日は調べてみようかなとね、どんな夢なのかを解読ね。私は白黒の夢はあんま見ないかな。カラーだね、ほぼね。ほとんどから。そうしないともう忘れちゃうから、1時間ぐらいね。わかるでしょ。なんで忘れんだ、まあ、脳みその処理じゃない、多分。いらない情報だから消えてくってことでしょ、多分。私なぜか闇が出てきた。それ闇ちゃんの枠見てたからでしょ。寝る前に。まあ、だいたい携帯とかほら、枕元に置いてるから、アラームと一緒にね。パッと起きた時に携帯のメモ帳の中に。場所はね、静岡県なの。場所は、舞台は静岡にいるの、私ね。その日、カウントダウンでね、1月1日になるっていう日なのね。で、その静岡県の園地ですんごいさ、最新のアトラクション、ジェットコースターとか長いやつがあったりとかね。
すごい豪華な遊園地。